テイラーはアメリカ海軍の駆逐艦、フレッチャー級、19世紀のアメリカ海軍少将であったウィリアム・テイラーにちなむ。テイラーは第二次世界大戦中のアメリカ海軍艦艇で特に活躍した一席であり、大戦中に合計15個の従軍聖章と海軍部隊勘定を受賞した。ウィリアム・ハルゼー元帥は著書の中でテイラーについて参加したどの任務でも、 見事に勤めを果たしたと賛辞を送っている。なお、2019年現在アメリカ海軍において、テイラーの名を持つ艦は本艦を含め3隻存在したが、いずれも艦名の由来は異なっている。テイラーは1941年8月28日にバス鉄工所で寄港、1942年6月7日に H バルドリッチ夫人の手で浸水した。その後、 テイラーは1942年8月28日にマサチューセッツ州ボストン近郊のチャールストン海軍交渉でベンジャミン・カッツ少佐の指揮のもと収益した。収益後のテイラーは大西洋艦隊に配属された。第20駆逐戦隊に加わったテイラーはメイン州カスコーンで訓練を行い、連征航海の後に沿岸部での戦団護衛に従事した。 11月半ばに沿岸部での活動は終わり、統治作戦のために大西洋を横断してカサブランカ沖へ向かう船団を護衛することになった。航海は中立国スペインの商船だろうを確保したこと以外は特に何も起こらなかった。敵に船団の情報が漏れないようにテイラーから派遣された異常隊はだろうをジブラルタルへ移動させた。テイラーは12月初めに アメリカ本国のノーフォークへ戻り、同月半ばまで泊まっていた。1942年12月17日、テイラーは太平洋艦隊での任務に加わるべく、第13任務部隊と共にハンプトンローズを出港した。パナマ運河を抜けてサモアのトゥトゥイラ島を経由し、ニューカレドニアのヌーメアへ到着したテイラーは1943年1月20日から、 南西太平洋での任務を開始した。ニューヘブリディーズ集団に加わり、ヌーメアを立ったテイラーはさらに西のエファテ島へ向かい、26日にハバンナ港へ入った。そこでテイラーは、第21駆逐戦隊第41駆逐隊に、加わる。第21駆逐戦隊はテイラーを含む駆逐間隔4隻の、駆逐隊からなっており、二洋隻、二洋隻、 護衛空母2隻からなるロバートー・ギフェンの第18任務部隊を護衛した。1943年1月27日、両艦と共にハバンナ港を立ったテイラーら第18任務部隊はガダルカナル島周辺で活動する数個の任務部隊の一つとして活動した。レンネル島沖海戦に参加した第18任務部隊は日本軍の航空攻撃を受けた。 1>, 1月29日、一式陸上攻撃機による魚雷攻撃に見舞われた第18任務部隊は、対空砲火によって、最初の攻撃をほとんど損害なく乗り切った。空襲との戦いは続き、従順洋艦シカゴに魚雷が命中し大きな損害を負わせた。従順洋艦、ルイビルにシカゴが栄光される間、テイラーは二隻を敵機から守るべく随伴した。翌日も、 敵機の攻撃は続き、シカゴには、さらに4本の魚雷が命中失意に沈没した。テイラーら両艦は、乗員の大艦を援護した後エファテ島に戻った。2月4日、テイラーら第21駆逐戦隊は、ウォルデンイエル・エインズワース少将指揮下の巡洋艦、駆逐艦からなる、第67任務部隊に移った。その後すぐに、第67任務部隊は、 第18任務部隊に改編され、今までの第18任務部隊は第19任務部隊に変更された。2月から3月にかけて、テイラーは、エスピリトサント島からガダルカナル島間で活動した、エインズワース少将指式下の軽巡洋艦セントルイス、ホノルル、ヘレナの3隻を護衛した。3月15日から16日の夜には、テイラーは、ニコラス、ラドフォード、 ストロングと共に、ソロモン諸島中部のコロンバンガラ島、ビラスタンモアプランテーションへ4度目となる砲撃を、加えた。3月26日、テイラーは、エスピリトゥサント島から、ガダルカナル島へ向かう旧油艦カナワ、旧接毛艦アロエそして、沿岸輸送船6隻からなる船団を護衛した。船団は29日に、ツラギへ到着し、カナワが物資を揚陸している間、テイラーは、 エインズワース少将の巡洋艦との任務へ戻った。4月4日から6日にかけての夜、テイラーは巡洋艦と共にザスロットを紹介し、7日にはカナワを再度護衛するように命令を受けた。テイラーがまさにツラギへ到着するという時に日本軍の強力な空襲がすべてを台無しにした。カナワは港内からの脱出はかなわずに破壊され、テイラーは三十ノットに増速すると、 シーラーク海峡を抜けて、つらぎを離れていった。海峡を通過する際に、テイラーは敵機3機撃墜、2機撃破を報じている。その後テイラーは4月の大半をソロモン諸島とエスピリットさんと島間の戦断声を行って過ごした。4月20日に第18任務部隊に復帰したテイラーは、駆逐艦母艦による束の間の整備の後に、 ベラワンでの嫌い不設を援護するため5月4日から14日までの10日間、巡洋艦と共に2度のザスロット紹介を行った。11日から14日までの2度目の紹介中に、テイラーと他の2隻はビラ、バイロココ、エノガイリへの敵施設を艦砲射撃している。5月後半から7月初めにかけて、テイラーは護衛任務を継続した。5月25日、 テイラーは輸送船ムナル号を護衛してエスピリットサント島を出港し180度経船へ向かい30日にエスピリットサント島へ戻ったガダルカナル島へ兵員輸送船を護衛した次の任務の最中6月10日にサンクリストバル島南方で敵機と交戦したエスピリットサント島での修理の後7月6日まで護衛空母サンガモンと対戦紹介に従事した後 テイラーは第31任務部隊に加わるために、つらぎを目指した。続く4ヶ月間、テイラーは中部ソロモン諸島での進攻を支援する。7月に入場時ア島上陸を支援。7月11日から12日には、クラワンのライス白地へ兵員と物資の揚陸と負傷者の抗争を援護した。クラワンで戦団護衛中だった7月12日16時50分に、 テイラーは、日本の旅行潜水艦を SG レーダーで発見、単焦照射,射後に砲撃と爆雷攻撃を加えて損傷させたと判断されたが、沈没は確認できなかった。この潜水艦は、旅行第101潜水艦であり、司令塔や潜望鏡が損傷して、水雷長徳川博士隊員と、見張り委員2名が戦死したものの離脱に成功していた。その日の午後に、 テイラーは第31任務部隊から第18任務部隊へ移された。クラワン野戦で失われたヘレナに変えてニュージーランド海軍の軽巡洋艦、リアンダーを加えた巡洋艦と共にテイラーは日本海軍水上部隊を迎撃すべくザスロットを目指した。その日の午後に日米の部隊が遭遇しコロンバンガラ島沖海戦の幕が開けた。テイラー落逐艦は 巡洋艦の砲撃とともに、魚雷攻撃を行い、そのうちテイラーが発射したものと推定される魚雷一本が、日本側の機関である軽巡洋艦人数に命中し、艦隊を両断し沈没させた。コロンバンガラ島沖海戦後、テイラーは、第31任務部隊へ戻り、ソロモン諸島中部での上陸戦の支援を続けた。7月15日から16日にかけての夜、テイラーは、 ベララベラ島沖でヘレナの生存者を救助した。23日から24日の夜には、テイラーはエノガン入りへの上陸を支援し、バイロコ公園のさらなる砲撃を実施した。明け方にはニュージョージア島ムンダの日本軍人地砲撃を行っている。7月30日、テイラーは兵員輸送船を護衛してガダルカナル島からニューカレドニアへ向かった。 テイラーはヌーメアへの途上で戦団と分離され、エファテ島で第37任務部隊に加わるように命じられた。ベララベラ島を目指して進む第21駆逐戦隊。戦闘よりオバノン、シャバリア、テイラーの順。1943年8月15日。8月11日、テイラーとニコラス、オバノン、シャバリアはガダルカナル島へ戻り、 ベララベラ島周辺での任務のために第31任務部隊へ再加入した。8月15日にテーラーらは上陸を援護し、2日後にはパービス湾を出て兵員輸送を行う集点を援護する日本海軍駆逐艦を迎撃するように命じられた。この結果第一次、ベララベラ海戦が正規し、日米双方の駆逐艦が放来撃を交わすことになった。 アメリカ側の砲撃が日本の駆逐艦、浜風らを損傷させたものの、最終的に双方の駆逐艦に損失は出なかった。テイラーらは日本側の大発や二隻の苦戦特務帝等を沈めた。開戦から48時間後、テイラーらは再び敵の集停輸送を捜索するために、ベララベラ島北方海域へと戻ってきた。そこで午後を通して激しい敵機の空襲を受けたが、 損害なく乗り切った。続く9日間、テイラー落くちく隊は1回のコロンバンガラ島王系のの、ライ不説援護を含む合計8回にわたる、ザスロット紹介を実施したが、些細な戦闘にとどまるか何も起こらないまま終わった。テイラーは8月28日にガダルカナル島と、ソロモン諸島を離れ、攻撃貨物輸送艦タイタニアを護衛して、ヌーメアへ向かった。それから、 オーストラリアのシドニーで10日間の修理と休息の後、ヌーメアからガダルカナル島への兵員輸送船団を行う。9月30日にパービスワンへ戻ったテイラーは、続いてベララベラ島の完全占領を支援した。当時すでに日本側はコロンバンガラ島からの撤退を始めており、ベララベラ島でも間もなく同様に撤退行動が行われると思われていた。それゆえ、 テイラーと両艦は撤退を行う日本の州停輸送を警戒するためにザスロットでの紹介を続けた。10月2日の夜、テリーとラルフタルボットがチョイスル島とコロンバンガラ島間の海域で敵の州停隊と水上部隊を迎撃した。これは第二次ベララベラ海戦の幕開けであった。ニュージョージア島の南で戦断護衛中だったテイラー、ラルフタルボット、そして ラバレットは、すでに、日本海軍の駆逐艦と激しく交戦中であった、オバノン、シャバリア、セルフリッチに加勢するよう命じられた。砲撃と雷撃の応酬の結果、駆逐艦遊具もとシャバリアがそれぞれ失われた。またセルフリッチに、魚雷一本が命中し、オバノンがシャバリアの完備に衝突してしまったが、いずれも沈没は免れた。 テイラーは戦闘の終盤にセルフリッチに雪原すると、艦を救う試みが始まるまでの間に大部分の乗員を移乗させた。それからテイラーは傷ついた2隻の駆逐艦を護衛しながら、ザスロットを抜けてパービスワンへ帰艦した。10月17日、テイラーは第37任務部隊での任務に当たるため、第41駆逐隊の両艦と共に、 ソロモン諸島南部を出てエファテ島への兵員輸送船を護衛した。10月23日から26日にかけてエファテ島とヌーメア間を回り、弾薬輸送艦脱ンをエファテ島からヌーメアへ護衛し、代わって逆のルートで補給艦アルデバランをエファテ島へ護衛した。中部太平洋への進行とニルバート諸島船領の第一歩として、テイラーと両艦は10月31日に、 中部太平洋部隊へ移された。最初の任務は、空母歴シントンヨークタウン、カウペンスラ第50.1任務集団の護衛であった。ギルバート・マーシャル諸島の戦いの中で、11月前半に第50.1任務集団が、マーシャル諸島のジャルート干渉とミリ干渉を空襲している間テイラーは部隊を護衛した。さらに上陸やその後の地上戦が行われると、 島々上空の航空優勢を維持する空母らを守るために対空戦闘と対戦紹介に従事した。ギルバート諸島での戦闘後、テイラーは続いてマーシャル諸島を空襲する空母の護衛を継続する。これらの教襲が終盤に差し掛かった12月4日の正午、テイラーはラバレットと従事民王館サンフランシスコと共同で任務集団を攻撃してきた97式。 艦上攻撃機4機を迎撃し、うち2機の撃墜を記録している。作戦後、テイラーは、アメリカ本土で、本格的な修理を行うために12月6日に、サンフランシスコへ到着した。修理完了後の1944年2月1日、テイラーは、真珠湾を経由して、西太平洋へ戻り、2月18日に、テイラーは、マーシャル諸島クエゼリン艦渉へ到着した。 戦団を護衛して、エニウェト区間省へ向かった後に、今度は、護衛空母、コーラルシートコレヒドールを護衛して2月29日に、エニウェト区間省を出港し3月3日に、真珠湾へ到着した。12日間の修理と訓練の後、テイラーは、護衛空母サンガモン、スワニー、シェナンゴ、サンティを護衛して出発し3月27日に、パービス湾へ到着。テイラーは、 第7艦隊に加わるために、ニューギニアのミルン湾へ向かう4月5日まで同地に止まった。テイラーは4月7日にミルン湾へ到着し、さらに翌日には、フンボルト湾に上陸する第77任務部隊に加わるためにスデスト岬を目指した。戦闘期間中、4月24日までテイラーは、空母艦上機の戦闘機管制艦として活動し、以降はスデスト岬へ、 戦団護衛任務のために戻った。任務完了後に、モロベ湾へ移動したテイラーは、同月中を、駆逐艦ボカンドビンの隣で過ごす。5月の最初の週、テイラーは、クレチン岬からの戦団をホーランジアの戦いが、行われているホーランジアの戦闘地域へ護衛し、現地の戦闘機関生官として働いた。5月7日に、クレチン岬へ戻ったテイラーは、再び2日後に、 戦車揚陸艦の船団をラッセル諸島へ護衛した。5月13日、護衛を完了したテイラーは、第3艦隊でソロモン諸島の任務に戻り、再び別の船団を護衛して、ニューカレドニアへ向かった。5月24日に、テイラーら第41駆逐隊は、ヌーメアを立ち、ソロモン諸島の新たな拠点であるバランシェ港に5月27日到着した。その後テイラーは、 バランシェ港を出て8月初めまで、ビスマルク諸島で活動する。5月28日から29日にかけての夜、姉妹カンラと共に、ニューアイルランドとメディナプランテーション沖を紹介し、敵沿岸砲を無力化するために現地に、艦砲射撃を加えた。6月1日から6日にかけて、テイラーら第41駆逐隊は、対戦紹介を実施。 さらに7日から14日までの1週間には、第30.4任務集団に加わり、ハンターキラーグループとして、対戦紹介を継続した。6月10日、テイラーは、敵潜水艦を爆雷攻撃によって浮上させ、5インチ手法と 40mm 機銃で、大きな損傷を負わせた。潜水艦は再び先行したため、テイラーはさらに2度の爆雷攻撃を加えて、 激沈したと判断された。この潜水艦は旅行第111潜水艦であったと考えられている。テイラーは6月15日にバランシェ港へ戻り、付近で8月の発週まで活動した。8月5日にテイラーは第3艦隊から第7艦隊へ配置外となり、8月後半にニューカレドニアのアイタペ周辺での砲撃訓練と9月6日にも、 フィンワンでの上陸演習を行う。これらの訓練は9月15日に行われるオランダ領東インドのモロタイ島への進行に備えたものであり、テイラーは9月中をモロタイ島の戦いでの戦闘機関制、対戦、対空警戒を行って過ごした。テイラーはまた10月半ばまで上陸地域への戦団護衛任務もこなしている。10月18日から24日にかけて、テイラーは レーテ島の戦いに参加する2番目の進行部隊を護衛した。24日に日本軍の空襲があったが、テイラーは円幕を展開して戦団を隠した。その夜、すり顔海峡海戦が発生し、テイラー特畜隊の領艦はサンペドロ湾の湾口付近に停泊した。テイラーらが直接水上戦闘に加わることはなかったものの、朝まで 支援部隊に加わり活動を行った。ディナガット島周辺を魚雷攻撃部隊と共に紹介した後、10月27日から28日にかけて護衛空母部隊第77.4任務集団を護衛した。この任務中、テイラーは撃墜された空母エンタープライズ所属の戦闘機パイロットと護衛空母、ペトロフへの水兵各1名を救助しているほか。 たびたび発生した敵機による空襲から艦隊を防衛した。10月29日、テイラーは第77.2任務集団に加わり、レーテワンを出発、ゼイアドラー1、ウルシー干渉、コッソル水道を訪れた後に11月16日にレーテワンへ戻った。11月16日から29日にかけて、テイラーは第77.2任務集団の護衛と、 すりガオ海峡東口の紹介を実施した。29日に、テイラーと両艦は急降下爆撃機と、神風特別攻撃隊の特攻機による激しい空襲を跳ねのけ、この空襲でテイラーは、撃墜確実一機と二機撃破を主張している。テイラーは、レーテワンを出て、ゼイヤドラーワンへ向かい、ルソン島の戦いに参加するために、レーテ湾へ戻る十二月十八日までのほぼ一。 か月間をそこで過ごした。テイラーは巡洋艦を護衛して1945年1月4日にレーテ湾を出発した。翌日、テイラーは2機の来撃機が人形に向かって飛んでくるのを発見した。さらに潜水艦に対する警報が発せられた後、テイラーは日本側の特殊潜航艇,艇に爆雷攻撃を行った。爆雷攻撃に続き、テイラーは その特殊戦行艇に体当たりをかけて撃沈した。艦隊がリンガエワンへいたり、上陸作戦が行われている間、日本側はテイラーと両艦に一連の激しい空襲を行ったが、テイラーの対空砲火は少なくとも2機の撃墜を主張した。1月の終わり、テイラーはルソン島西方海上を紹介する護衛空母と巡洋艦を護衛していた。 1945年2月初めから6月中旬にかけてテイラーはフィリピンのスービック湾で活動した。2月18日から19日にかけてテイラーは総会作業の支援と空挺部隊の進撃路警戒のためにコレヒドール島とマリベレスワニへの激しい砲撃任務に参加する。3月初旬テイラーは 艦砲射撃によって敵の沿岸防衛設備の抵抗を削ぐとともに、掃海作業を援護して、ミンダネおとうざんぼ案が再戦量を支援。3月15日、テイラーはコレヒドール島に戻り、島の西側の崖にある洞窟陣地を砲撃した。なおも活動は続き、3月26日に、ケ軽巡洋艦ボイシ、フェニックス、駆逐艦、ニコラス、フレッチャー、ジェンキンス、 アボットと共に、セブ島へ、上陸作戦に伴う激しい事前砲撃を行っている。二日間マニラを見物した後、テイラーは、ボイシ、フェニックス、駆逐艦4隻、さらに、オーストラリア海、軍艦2隻と共に、ボルネオ島北東部への上陸作戦に携わった。その途上、タウイタウイからイカダで逃れようとしていた、日本人5名を捕虜にしている。 4月27日から5月3日にかけて、テイラーと姉妹艦は、タラカン島上陸に参加し、上陸前と上陸中の支援砲撃を担当した。上陸から2日後の5月3日に、テイラーはフィリピンでの任務に戻るため島を後にし、月内いっぱいを訓練に費やした。6月半ばに、テイラーは、レーテ湾で第3艦隊へ復帰し、戦争の残る機会を、 艦隊の様々な部隊を護衛して過ごした。6月後半にテイラーは沖縄南方海上で先島諸島を空襲する空母部隊を護衛する。6月25日に0.1へ戻り7月8日まで過ごした後は高速空母機動部隊第38任務部隊の平坦部隊である第30.8任務集団の護衛を担当。高速空母機動集団第38.4 任務集団の護衛に移る8月3日まで、テイラーは第30.8任務集団と共に本州沖合で行動した。8月8日に第30.8任務集団へ戻り5日間行動を共にした後、再度第38.4任務集団に加わった。テイラーは日本本土に対する最後の攻撃作戦を護衛することになった。 日本が降伏を表明した8月15日、テイラーは高速空母軍と共に本州沖を紹介した。第3艦隊司令長官、ウィリアム・ハルゼー大将は第21駆逐戦隊に対して東京湾での日本降伏に参加するよう命じ、その理由を南太平洋から最後の最後までの長い童貞での彼女らの勇敢な戦いのためにとした。これにより、 8月29日に日本の幸福文書調印のため戦艦水売りが東京湾に入った際にはテイラーと戦友たるオバノン・ニコラスが同行し戦後初めて東京湾に入ったアメリカ海軍艦艇としての栄誉によくしたテイラーは9月2日に水売り艦上で行われた幸福文書調印式にも立ち会い連合国の特派員たちの送迎任務に当たった 東京湾を立った後もしばらく極東で活動し10月7日に沖縄へ入港したテイラーはアメリカ本土へ復員する米軍部隊を乗せたテイラーは10月18日にオレゴン州ポートランドで兵員を降ろした後11月1日にサンフランシスコへ到着その後テイラーは不活性化処置が行われ1946年5月31日に退役し サンディエゴで予備役に編入された。元山沖で活動するテイラーの戦闘指揮所。1952年9月30日。4年間の保管の後、テイラーは1950年5月9日にサンフランシスコ海軍交渉へ移された。3日後にはテイラーの護衛駆逐艦への改装が開始された。そのため工事中の1951年1月2日に、 テイラーは護衛駆逐艦としての看板号、D-468 が与えられた。1951年12月3日、テイラーはサンフランシスコにおいてシェルドン・キニー・佐の指揮の下で最終益した。1952年2月3日からサンディエゴ沖での2ヶ月間の完熟訓練の後、3月24日にテイラーは新たな母校である。 真珠湾を目指し3月30日に到着した。ハワイ周辺で2ヶ月間行動した後、テイラーは第二次世界大戦以来となる西太平洋での活動を始める。ミッドウェイ島と日本の横須賀を経由し、すでに朝鮮戦争が始まっていた朝鮮半島沖合で航空攻撃を展開していた第77任務部隊に6月16日合流した。 テイラーが極東で活動した5ヶ月間、いくつかの異なる任務を経験することになった。最初は、朝鮮半島沿岸の適勢力圏を爆撃する高速空母たちの護衛続いて7月の第2週目からは、メンテナンスのために横須賀へ戻った後、ハンターキラー任務を含む数週間の演習を行った。8月1日からテイラーは、 再び第77任務部隊の護衛駆逐艦として復帰し、9月には3週間にわたって元山沖での海上封鎖に参加する。この元山での活動はかなり能動的なものであり、総海底の活動を支援するために、沿岸の北朝鮮軍砲兵陣地や輸送路を砲撃する任務も行われた。9月下旬には、テイラーは朝鮮半島水域を離れて南へ向かい、 香港での一週間の気候に合わせて台湾海峡紹介も行った。10月後半にテイラーは朝鮮半島西岸へ戻り、イギリス海軍のクルボグローリーと軽寿命館バーミンガムと共に紹介を行う。11月21日にテイラーは横須賀へ戻り、本国機関への旅程を始めた。ハワイへの途上で西太平洋紹介を行った後、12月8日に、 テイラーは、真珠湾に入港した。1ヶ月間真珠湾海軍交渉で整備を行い、従来の上院と新たに配属された上院の協調性と能力を高めるため、テイラーは続く3ヶ月間をハワイでの完熟訓練に費やした。1953年5月2日、テイラーはさらなる西太平洋展開のためにハワイを出発する。5月12日に、 横須賀へ到着した後、佐世保を経由して、朝鮮半島西岸へ移動、現地で活動する護衛空母、バイロコと、イギリス海軍の空母オーシャンからなる、任務部隊に合流する。この任務のほとんどは、空母の護衛だったが、一方でテイラーは、沿岸部を紹介し、国連軍が確保する、沖合の島々への北朝鮮軍の進行を防ぐ、ために、 北朝鮮軍支配地域を官報射撃することもあった。テイラーは6月11日に佐世保へ戻り11日間の整備を行った後、沖縄で2週間の対戦線訓練に従事した。6月25日にテイラーは横須賀へ戻ったが、その後すぐに台湾海峡紹介のために出発した。この任務中にテイラーは香港。 そして中華民国海軍水兵の訓練のため台湾の高尾に寄港している。テイラーは7月20日に横須賀へ戻り、2日間の整備を行った後に母校へ向け出発、7月31日に新珠湾に帰着した。翌日、テイラーは新珠湾海軍交渉に入居して3ヶ月間のオーバーホールに入った。テイラーの期間は、 朝鮮戦争の休戦と密接に関係していた。1953年7月27日に朝鮮戦争休戦協定が署名された時、テイラーは真珠湾への航海のちょうど半ばにあった。すなわち横須賀執行から5日目、真珠湾入港まで残り4日の時点であった。テイラーは2度の朝鮮戦争展開でいくつかの戦闘を経験したものの、 それらの出来事は戦争の比較的平穏な最後の2年間に起きたものであった。朝鮮半島と台湾海峡での活動後、1965年にベトナム戦争にアメリカが本格的に介入するまでは全体的に平穏が保たれることになる。オバノンラと共に駆逐艦母艦ピエドモントの傍らに並ぶテーラー。1960年頃、横須賀海軍施設にて、 1954年3月1日から1959年3月1日までの5年間、テイラーは西太平洋へ5度の展開を行った。そのいずれもが遠州と極東の港への親善訪問が目的であった。アジアでの活動がない時には、新珠湾沖での通常の任務に従事した。1959年から1960年にかけて、 朝鮮戦争後6度目の展開を実施した際には、テイラーは1942年5月の三5海海戦の勝利を祝う記念行事に参加するため、オーストラリアを訪問した。1960年5月26日に、新珠湾駅間後は、1961年8月に新たな極東展開に備えて、新珠湾海軍交渉で大規模ワー,ーホールを、 行うまでの間、真珠湾での通常の任務を続けた。例年の西太平洋展開において、テイラーは1962年春から夏にかけて、中部太平洋で過ごし、高層体企画実験である、ドミニク作戦の支援部隊として活動している。10月、ハワイへ戻ったテイラーは1962年の終わりまで修理に費やした。同年に、テイラーは護衛駆逐艦から、 駆逐艦へ類別が変更され、1962年8月7日にテイラーの看板号は DD-468 へ戻された。1962年の残りと1963年前半をハワイ周辺の活動で過ごしたテイラーは、1963年6月4日に第7艦隊の任務に就くためハンターキラーグループと共に真珠湾を出た。 極東への展開中、テイラーは横須賀、佐世保、スービック湾の基地だけでなく神戸、香港、沖縄、そして釧路にも寄港している。北海道の釧路へ寄港したのは、ピープルトゥーピープルプログラムへのテイラーの貢献であり、日米親善に大いに役立つことになった。これらの活動以外にも、11月29日に真珠湾に帰るまでに、数多くの変武的、 総務的な演習に従事している。テイラーは1964年4月までハワイ周辺で活動し、カンドックにおける3ヶ月間のオーバーホールを挟んで、再び活動に戻った。11月23日、テイラーは対戦空母ヨークタウンとタウシクと共に、新珠湾を出てアジア方面へ戻り、一行はミッドウェイ島を経由して12月3日に横須賀へ到着した。 4日後、テイラーは空母ハンコックとミサイル駆逐艦、ジョセフ・ストラウスと共に沖縄近海で2週間の対空、対戦演習に参加する。12月19日、佐世保に戻ったテイラーはそのまま休暇を過ごしつつ、新年を迎えた。1965年1月4日、テイラーは佐世保を出てヨークタウンとタウシクと共に香港を目指した。 香港で5日間を過ごした後、三隻はフィリピン海で複数の特別任務に従事してから2月24日にスービック湾へ入った。4日後にテイラーはフィリピンを出て3月3日にサセボへ着いた。ちょうど2週間後に南シナ海西部に向かったテイラーは3月21日にベトナム沿岸に到着し、その後5週間にわたって現地で紹介を続けた。 4月27日にテイラーは海域を離れ、5月3日から6日までの束の間の横須賀気候を挟み、13日に真珠湾に戻った。ハワイ周辺での活動の後、テイラーは12月6日に入居修理に入った。他の艦艇と共に対戦空母ヨークタウンを護衛するテイラー。1966年。 1966年1月半ばにドックを出たテイラーは2月7日に真珠湾を出て第111駆逐隊の領艦とともに西太平洋へ向かった10日後に横須賀へ到着しテイラーは航海中の損耗の整備のため8日間滞在する2月25日テイラーはベトナム沖の第70.4任務集団に加わるため横須賀を出港し 台湾海峡紹介のため、北へ移動する3月15日まで紹介を続けた。台湾周辺での活動中には、高尾を訪問している。4月12日に、テイラーは、香港に向かい5日間の休息の後、21日には、再び、ヤンキーステーションでの活動に復帰して沿岸部の、アメリカ軍及び南ベトナム軍に対する支援活動を続けた。 4月28日から5月1日にかけて、官方による火力支援を提供し、佐世保での整備を挟んで5月26日から6月10日まで、対戦訓練を11日には台湾海峡紹介をそれぞれ行う。7月5日に台湾近海を離れて7月7日に再び第70.4任務集団に加わったテイラーは、翌日横須賀へ戻った。1週間を、 横須賀で過ごした後、テイラーは7月22日に真珠湾に帰還した。テイラーは8月2日から月内一杯を駆逐艦母カンプレーリーに設限して、その支援を受けて過ごす。短期間の砲術訓練後、テイラーは11月下旬まで不活発な状態に置かれた。12月前半の2週間、アメリカ領サモアのパゴパゴへ就航を行ってから、12月16日の 真珠湾気候後は整備と急速に費やした。1967年の最初の3ヶ月間をハワイ周辺の活動と修理で過ごしてから春の終わりにテイラーはまた極東での活動に戻っていった。4月半ばに即応状態の調査があり、4月18日にテイラーはアジアでの第7艦隊の活動へ加わるため真珠湾を出発する。 4月25日に第7艦隊から第1艦隊へ配置替えがあり、その3日後にテイラーは横須賀へ着いた。6月前半に海上自衛隊や韓国海軍の艦艇と共同演習を行った後、2日後に佐世保へ入ったテイラーは6月19日からヤンキーステーションでの第一戦任務を始めた。5月22日から6月25日までの間、テイラーは トンキン湾を往復して、空母ホーネットのプレーンガードや遊軍地上部隊への砲撃支援を続ける。6月27日にスービック湾へ入り、駆逐艦母艦から支援を受けた後で、マニラへ寄港。7月10日に東南アジア条約機構合同演習、シードックに参加した。テイラーは26日から28日にタイランド湾の番船を訪問。 7月28日から3日間のヤンキーステーションでの活動の後に台湾へ向かった。8月3日から8月15日まで高尾で過ごした後、8月19日から9月11日にかけて再びベトナム沿岸部で活動する友軍への砲撃支援に明け暮れた。12日にベトナム沿岸を離れたテイラーは香港で5日間の帰港の後に、 新たなトンキン湾巡航を実施。10月11日に横須賀へ戻ったテイラーは5日後にハワイへの帰路に着いた。10月23日に真珠湾へ着いたテイラーはその後12月11日に定期オーバーホールに入った。テイラーの修繕と改修は1968年3月まで費やした。オーバーホールは3月22日に完成し4月初週に テイラーは公やけ身に入ったが、そこで発覚した機械的問題のために、さらなる活動は月末へ延期になった。5月と6月を完熟訓練で過ごし、6月27日にテイラーはカリフォルニア州サンディエゴへ向かった。サンクレメンテ島で7月3日から11日まで、砲術訓練を実施した後で17日にハワイへ戻ったが、道中でテイラーはカホーラウェイジまで、 攻撃訓練を行っている。帰港から三週間後の八月五日に、真珠湾を出たテイラーは、トンキン湾へ向かった。テイラーは、ミッドウェイ島、グアム島、スービック湾で給油を行いながら、八月二十一日に、ベトナム沖の海域へ到着した。クーブイントレピットのプレーンガードを一日間だけ、務めた後、テイラーは、イントレピット特地区間、マドックス、プレストンと共に、 させぼへ向かう。テイラーは9月5日に、トンキン湾へ戻り、空母のプレーンガードに加えて、対空、対水上監視や、対戦演習を行った。テイラーは19日に、陸地へ接近し、沿岸砲撃支援任務を行った。この任務は、テイラーが戦闘海域を離れて、修理や補給のため、スービック湾へ向かう10月6日まで続いた。 スービック湾から10月20日に戻ったテイラーは、また1週間ベトナム沿岸の様々な目標に砲弾を浴びせた。フィリピンでセブとスービック湾へ寄港の後、テイラーは11月後半から12月初めにかけて砲撃任務に就いた。12月4日にテイラーは戦闘海域を離れ、ルソン海峡を経由して横須賀に向かった。テイラーは12日に、 横須賀へ到着しそこでクリスマスを過ごしたが、1969年の正月までには再び、ヤンキーステーションに戻った。1969年1月半ば、テイラーはベトナム海域を離れて二度と戻ることはなかった。スービック湾、マヌス島、メルボルン、オークランド、パゴパゴ、サモアを経由して2月28日に、真珠湾に帰還した。5月、 テイラーは調査の結果、もはやこれ以上任務に従事させるには不適であると判定された。サンディエゴへ移動したテイラーは1969年6月3日に退役した。退役から約1ヶ月後の1969年7月2日に除籍されたテイラーは同時にイタリア海軍へ移管された。テイラーは やりき兵を意味するランチエールと解明され1971年1月まで使用された後、イタリア海軍で使用されていた姉妹艦の部品取りとして使用された。テイラーは第二次世界大戦の功績で15個、朝鮮戦争の功績で2個、ベトナム戦争で6個の従軍聖章を受賞した。またテイラーは第二次世界大戦で海軍部隊艦上も受賞した。 ありがとうございます。